思い川八万町近辺国道50号に立ち並ぶロードサイドショップ小山市は栃木県南部にあるし、地域は関東大都市圏に含まれている。総人口数は約17万人で県庁所在地の宇都宮市に次ぐ栃木県第二の都市である。関東平野の中北部に位置し、山や丘陵はなく、ほぼ平坦の地形のため土砂災害等の危険性は低い。 市の中央部を渡らせ川の支流である重い川が流れ、市西端には、渦間川、市東端に、田川、さらに東側に絹川が流れる。また、田川の西側を、吉田用水が流れ、付近の水田を潤している。市西部の重い川流域、及び、市東部の吉田用水、田川、絹川流域は、水田地帯となっており、その間の第一部は、畑作地帯及び、住宅地、 商業地、工業団地となっている。東北新幹線、東北本線、両毛線及び、水戸線が東西南北に走り、市中央部には南北に国道4号、東西に国道50号、市東部に新4号国道が走り、農業集産地、陸の工業地として、県下、第二の都市の地位を維持している。また、市北部には、総地区、絹地区があり、 勇気紬を算出するための地域的分業がなされていることでも著名である。茨城県有機市とのつながりが深く、かつては現在の有機市付近とともに下宇佐国の一部であった地区もある1986年撮影の小山市中心部周辺の空中写真。1986年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 気候区分は太平洋岸気候関東型気候区に属す。詳細はこちらを参照のこと。夏暑く冬寒い。夏は気温が摂氏30度を超える日も多く、摂氏35度以上の猛暑日になる日もある。一方冬は最低気温摂氏5度以下に冷え込む日もあり、降雪日数も年数日ある。降水量は夏多く冬場は乾燥する。夏季は 夕立が頻繁に発生し、発雷日数も全国有数である。小山市の気象平年地小山雨出すス観測、1981年から2010年までの平均小山市の気象観測局地、小山雨出すス観測気象庁の設置している雨出すスにより観測された数値である。観測期間は、降水量は1976年3月。 気温は九百七十八年一月である。小山の地名は千年以上前の第五天皇の延長年間に和名将の津菅郡の城に記載があり、古くからこの地名が使われていたことがわかっている。起源について定説はないが、最も,もルフされているのはこの地が重い側に。また、一説には、アイヌ語で、おはもつ、山は、丘といい、丘に飛んでいることから小山になったというアイヌ。 ご機嫌説もある。市内からは、多くの土器や石器などが発見され、古墳などの遺跡が広範囲に分布していることから、古くから人類が生活し、集落を作っていたと推察されている。古くは、縄文時代中期頃の遺跡も発見されている。小山は、鎌倉時代、鎌倉幕府の有力武家、藤原秀里流子山氏の居城、祇園城の城下であった。 室町時代に幕府が刑に移ると、守護の地位は、国士、宇都宮市や関東官令、上杉氏に授けられた。その後、小山義政が守護に復帰するが、鎌倉府の不況を回答罰される。後に、小山氏坊系の有城市一門が、小山市に養子に入り再興されたが、戦国期には、後北条氏の攻撃により、四条を明け渡した。 豊臣秀吉による小田原征伐の折、医療は結城市に与えられたが、越前に違法となった後、無継ぐ断絶となった。江戸時代初期には、祇園城に本田正墨が3万国で入るが、間もなく16万国で、宇都宮城へ違法となり、祇園城は廃城となった。以降、一時、城域の一部は、将軍日光サングルのための休憩所、小山御殿として使われたが、 小川藩の財政難の折廃止された。江戸期の小山市域は、日光街道の宿場町及び、江戸川に通ずる重井川の集運によって栄えた。重井川の歌詞である乙女菓子は世に言う、小山表情寺、上杉討伐のための平和の運搬に使われていた、ことから、以降、徳川幕府の厚い恩恵を受け、日光東照宮造営のための資材船殺し場となるなどして発展した。 二級以上の村、平成の大合併では1998年3月18日に、隣接する栃木市と西での法定協議会設置を求める住民発議について西が可決。その後、栃木市と1998年4月1日に法定協議会、栃木市、小山市合併、2001年1月12日に栃木県が、 県内市町村合併の5つのパターンを含む、栃木県市町村合併推進要項を策定。それによると、小山市、河内郡南河町、下賀郡国分寺町、野木町、C パターンでは、栃木市、小山市が示された。他のパターンが示されたかどうかは不明。その後、近隣する南河町、国分寺町、 野木町の一山町で2002年1月28日に市町村合併合同研究会を設置したが、南河町と国分寺町は2006年1月10日に石橋町と新設合併し、下付け市となる。2007年2月8日に開かれた栃木県合併推進審議会にて、栃木地区対象地域の拡大が決定され、小山市も対象地域となった。なお、 新議会が栃木地区として追加指定したのは、小山市及び、下津賀群の議長の一市一町を加えた栃木市、上津賀群西方町、下津賀群太平町、藤岡町、岩船町、通賀町の計二市六町である。二千七年十一月二十七日に栃木県市町村合併推進構想が改定され、構想対象市町村の組み合わせに、栃木市、西方町、 太平町、藤岡町、岩船町、津賀町、小山市、野木町と栃木市、西方町、太平町、藤岡町、岩船町、津賀町が追加された。なお、栃木地区の合併に関しては、栃木地区一市四町で合併協議が行われ、西方町が途中で合併協議から離脱したことにより、栃木市、太平町、藤岡町、 菅町の一市三町による合併協定調印式が2009年10月7日に行われ、2010年3月29日に新設合併により、新、栃木市となった。その後、西方町は2011年10月1日に栃木市に編入。岩船町は佐野市との間で設置した佐野市岩船町合併協議会を廃止し、 栃木市との間で設置した栃木市岩船町合併協議会で合併を協議した結果、2014年4月5日に栃木市に編入された。小山市としては将来の中核市を目指して旧栃木市との合併を進め県南30万都市の形成を想定していたが、今後どのように進むかは不透明である。なお、小山市と旧栃木市との間に設置されていた。 栃木市、小山市合併協議会は2000年6月に休止されて、以降活動することなく、旧栃木市の新設合併に伴い合併前日の2010年3月28日付で解散された。2012年7月22日、小山市朝鮮で、県南広域合併を訴える現職の大久保、年尾が4回目の当選。1、人口は、 各年の10月1日現在に、1965年以前は、原子域の自治体の人口の合計で計算。外国人登録者小山市の外国人登録者数は約5200人であり、その多くは、ブラジル人やペルー人である。当地に常住する15歳以上就業者は78,582人。 内田多区町村で従業している者は29,148人と全体の37.1%である。多区町村への就業先1位は栃木市の3,829人、2位は東京都特別区部の3,280人。多区町村からの当地への就業者は28,811人。就学者を含めた昼夜間人口はほぼ同数である。 平成22年国勢調査による中小外学習センターの市民化関係窓口、業務は住民票の写し、印鑑登録証明書、記載事項証明書の発行のみ。小山市消防本部が小山市及び野木町を管轄している。小山市消防本部庁舎は国道50号沿いに位置していたが、庁舎の老朽化と国道50号架下化に伴う境愛とのため、 2013年9月17日に、旧本部より約 1.5km 南の小山環状線沿いの大技上取屋地内に新築移転した。他に、大谷、真又、豊田、久和、は、野木の各文書がある。大久保利夫小山市長は2015年6月29日の小山市議改定例会において、小山市、下助市、野木町及び茨城県結城市からなる。 小山地区定住自立権構想を説明し、小山市をその中心市とする宣言を行った。2016年3月、各関係市長議会で定住自立権形成協定を可決。今後、定住自立権強制ビジョンを策定する予定。小山市内には、栃木県の出先機関として、以下のものがある。なお、県税事務は、栃木県税事務所、教育行政は、 下津賀教育事務所、県南児童相談所、農政は、下津賀農業振興事務所、建設は、栃木土木事務所の管轄となっている。詳細は、小山市議会を、参照詳細は、栃木県議会を、参照年間商品販売額38,266,382、小売業売場面積220、130製造品、出荷額81、 三百八十八、七百二十九、農業産出額一、四百十九、耕地面積八、8、330、栃木アグロネットによると、二千二年に、小山市は、県内で、かんは、第二位、まは、第一位、落花生は、第三位の作付け、または、生産を記録している。また、全国一の、ハトむぎの生産地となっていて、道の駅思い川では、 小山産のト麦と塩屋町にある消費都市沢遊水とを使ったト麦茶を販売している。小麦、岩井の大地の栽培が盛んで、それを用いたうどんの普及に力を入れている。工業団地製造業購買力のある豊富な労働人口と交通の結節点である鉄道、道路網の存在を背景として、小山駅東口周辺及び、旧市街地園編部に大規模商業施設が、 立地しており、2013年3月には、駅中の寺が新規開業している。また、イオンモールや、小山遊園ハーベストウォーク、国道55沿線のロードサイド店など、旧市街地延編部にも、商業施設が立地するなど活気を帯びている。特に小山駅東口に立地していた工場の撤退や移転に伴う再開発で、近年は、駅東口の発展が目覚ましく、 旧来の市街地である西口をしのぐ勢いである。また、小山駅東西自由通路の完成を皮切りに、駅ビルや駅中への商業集積が著しく、西口商店街の規模が縮小しつつある。対策として、市を主導に、駅西口に再開発マンションを誘致するなど手こ入れを行っている。市場周辺の小山市、栃木市、下野市、三部町、 野木町の三市二町により組織される組合によって運営されている。駅ビル駅中ショッピングモールスーパードラッグストア、家電量販店ホームセンター書店地区分けは、小山市ホームページの栃木県小山市大麻町、町名別世帯数及び人口推計における10、地区分けに基づく。小山地区、大谷地区、ままた地区、陸井地区、寒川地区、豊田地区、中地区、小住地区、総地区、ギヌ地区。 大学高等専門学校専修学校高等、学校義務教育学校私立義務教育学校一校中学校私立、中学校十校小学校私立小学校二十五校、平成二十六年一月、地学校適正配置等検討懇和会は、小規模校を中心に、計十一小学校を統合対象として四校に再編、児童数増加が見込まれる、 城南地区で小学校を新設するなどの検討案を示した。具体的には、乙女中学区の3校を乙女省に、絹中学区の3校を福良省に、豊田中学区の2校と美前中学区の3校もそれぞれ統合する案を出しており、絹地区に関しては、平成29年度からの義務教育学校への統合、改祖が決定した。また、城南地区の新設校は、 朝日省と大谷東小学区の一部を学区として遅くとも2019年度に開校できることが望ましいと指摘した。幼稚は東城南地内の自由が丘公園付近の公有地が有力とされている。これらに合わせ小中一貫校設置への検討及び小学校統合に際してスクールバスの導入などが検討されている。幼稚園私立学校教育以外の 施設保育所職業訓練フリースクール。三周廃局が周廃を担当する。郵便局一部地域を除く、市内全域が小山 MA の管轄となり、市外局番は0285。収容局は以下の6ビルが該当し、市内局番は以下の通り。下記地域は小山市外の収容局が管轄となる。小山市文書館小山駅、西口市外地方市は、 小山駅を中心に東西南北に鉄道路線が伸びており、鉄道交通の要衝として機能している。JR 東日本小山車両センターは隣接する下付市にある。なお、東北新幹線の小山新幹線車両センターは小山市内の木沢地区にある。コミュニティバス、大・バス近年は国道50号を中心に幹線道路の道路整備が進みつつある。 しかしながら、一部地域では、町づくり協議会等を組織し、住宅地を中心に、道路の拡幅化、新規建設が進行中であるが、依然として、本市にアイロが多いことは、モータリゼーションの進展により、地域社会の問題となっている。また、本市を通過する高速道路はない。国道主要地報道一般県道。ありがとうございます。